吹雪と申します。あまり積極的に表に出ることはなかったはずですが、なぜこのようなところに来てしまったのでしょう。それと、あまり私に構わない方がよろしいかと。なぜならば。はじめまして。私、安藤学院2年生のアスカと言います。って、ここ新しくできた忍びキッチじゃないの？ここはあなたたちの母校？そっか。でもどこでだって修行は頑張れる。私塾月仙女学館3年のユミと申します。なぜこの地に呼ばれたのかは分かりませんが、たとえどこであろうと、私は正義のために善をなしましょう。近くにいるだけで良くないことが起こるんですけど、